こんにちは、辻岡です。今日はビリジオンをねやっていきたいと思います。僕が今選んでるパーティーはヘラクロスにゲノセクトのムレオナスパーティーですね。結構コンボは途切れてしまう方なので、ムレオナスでねちょこちょこ大ダメージ与えていければなと思ってます。ということで30秒なのでかなりきついかもしれないけど行ってみます。なるほど、あきついこれ。あーきつい。うわー、半分ちょっとしか削れてない。あー惜しい。どうしてもここ越えられないな。いやーきつい。ちょっと気分転換に鬼氷で行ってみましょうか。よし集中。悔しい。あ、惜しい。最後失速しちゃったな。あーもう。うわ惜しい。いける、いけるぞ。ライフがなくなったんでまた待ってからね頑張ります。さあ行きますせ。あ、難しいよマジで、難しいよ。いやきついな。しまった。くそ。ほんと早すぎる。惜しかった。今の惜しかったね。あと1回鬼ゴール揃えたらいけてたかも。絶対負けない。くじけぬ心。下手くそでもね、できるときはできるんですよ。あーしまった。もう頭がパンクしそう。頭が沸騰しちゃう。やった、倒せた。初めて倒せた。1秒残し、お願いします。ポケモンゲットタイム、久しぶりに言えるぜ。まあ 1% はねしょうがないかもしれないけど、まあないでしょう。さあここでピュピュ。一応ねスパボリセット使います。
パーじゃダメかもな。はい、残念です。さあ負けないよかな。でもくじけませんよ。行くぜ。よし倒した。5秒残し。これは嬉しい。行くぜ。頼む、ここでスーパーゲットチャンス来てほしい。お願いします。ポケモンゲットタイム。1秒から11%。熱い。これはあるよ、可能性あるよ。お願いお願い、焦れて。 22%。 うわ迷うな。お願いします。お願い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 、やったやった、嬉しすぎる。クリアできました。あんなに勝てなかったのに5秒も残った。攻撃力70、4つの力プラス同じですね、テラキオンとね。でなんか情報によると1レベル上がるごとにね、普通は2なんですけど、これは3上がるみたいで、攻撃力は最終的に100になるみたいですね。これはすごいね。超使えるな、テラキオン、ビリジオンも。さあじゃあ聖剣士の中で最強の、次はねコバルオン行きたいと思います。それじゃあよかったらね、また次も見てください。ツチノコでした。やったぜ。諦めなければいつか成功するね。